どうも、外交寺です。まずはこれを見てください。いつも愛用しているバックパックなんですけど、この間の CP プラスに持って行った時にチャックがね、これとうとう壊れちゃいました。このバッグは2014年の12月に買ったんで、だいたいね2年2ヶ月使えましたね。当時 Amazon で4900円ぐらいで売ってました。結構容量も大きくて、ここに15インチのパソコンも入って、ポケットもそれなりにあるから便利に使わせてもらってたんですけど、とうとう壊れちゃいました。なので新しいバックパックを買いましたんで、開封しながらご紹介したいと思います。はい、今朝届きました。今回はかなり悩みました。いろいろね、いろいろ悩んだんですけど、これにしました。はい、アークテリクスのアロー22です。いやー、いろいろ悩みました。最初に目をつけてたのはこのアークテリクスのアロー22だったんですけど、いろいろたくさんバックパック見ました。今まで使ってたような安めのやつもたくさん見たし、あとはノースフェイスとかグレゴリーとかツミとかストリートで使ってかっこいいようなバッグ見たし、あとアウトドアの方ね行っていろいろ頑丈そうなやつも見ましたし、カメラバッグでもいいのないかなって感じでカメラバッグもたくさん見たし、いろいろ見て、その結果最初に目をつけてたアロ22に戻ってきました。開けましょう。はい、出ました。ほほう、かっこいい、かっこいいな。これがアロ22です。はい、このバッグはね、1999年に発売されたみたいで、未だに人気を維持し続けてるロングセラーの、まあ、定番のバッグですよね。とにかく見た目がかっこいいし、あとは生地もとっても頑丈で、本格的なアウトドアにも使えるっていう優れものです。あとこのチャックがですね、止水ファスナーになってます。このバッグは防水なんですよ。この止水ファスナーを開発したのはこのアークテリクスらしいですね。こんなバッグを買ってみました。じゃあちょっと細かく見ていきましょう。とにかくね、見た目がかっこいいですね。もうこれは定番なんで、持ってる人はたくさんいると思うんですけど、やっぱりかっこいいものはかっこいいです。これが背中のチャックを開けたところですね。特に細かいポケットはなくて、ここに物をざっくり入れる感じになりますね。ここにフックがついてます。サイドはなんかここペットボトルが入りそうな、このゴムのビヨビヨしたやつがついてますね。こっち側はベルクロですね。ベルクロのついてる方はここを閉めればなんか物が落ちたりはしなそうなんで、細かいものを入れるのはこっちに入れた方がいいってことですよね。ここは両方メッシュになってるんで、雨が降った時は濡れちゃいますよね。だから濡れてもいいものというか、まあ、ちょっとしたものを入れるところだと思います。中を開ける前にこの背中の面見ていきましょう。こんな感じです。ここにバックルがついてますね。腰のバックルもついてます。胸と腰にバックルがついてる。バイク乗る時にはありがたいですよね。このね、肩紐が肩からずれると気になっちゃうんで、やっぱりこのバックルは重要です。あとここですよね、肩に設置するこの肩紐の部分、ここがとにかくクッション性が高くて、長時間背負っても疲れないと。この背中に当たる部分もかなりしっかりしたクッションになってます。この背中とこの肩のパッドが優秀で、中身を詰め込んで重い状態にしても体にしっかりフィットしてくれるので、重さをそんなに感じないと、長時間背負っていても苦にならないというありがたい設計になってます。かなり頑丈そうですね。この輪っかはね、なんかサイトを見たらチューブを通して使ってるみたいですね。なんかドリンクチューブとか通すんでしょうかね。こういうね、このサイドの部分もここがこう持ち手になって開けやすくなってるとか、こういう細かい配慮は嬉しいですよね。じゃあ中開けてみましょうか。ここもね、ちゃんと止水ファスナーになっていて、水の侵入を防いでくれます。はい、中はこんな感じ。こっちはポケットとかなさそうですね。
ファスナーはこんな感じで開きます。ここがカンガルーポケットですね。結構深めのポケットになってます。ここはメッシュですね。中にさらにポケットがあります。下敷きみたいのが入ってますね。これは形を維持するためのものでしょうかね。ここにもまあなんか入れようと思えば入れられると思います。ここもポケットになってますね。意外と細かなポケットは少ないんですね。物をこうバスバス入れていくような感じになると思います。人によってはこの中で、細かいものを分けるために小分けにねポーチとか袋みたいのに入れて収納してあげた方が便利に使える人はいるかもしれませんね。はい、こんな感じです。じゃあちょっとねいつも使ってるバッグから物をこっちに移して背負ってみたいと思います。かっこいいな。あんまり細かいポケットがないから本当にざっくりこうバラバラバラっと入れる感じになっちゃうんだな。これは今僕が使ってるノースフェイスのレイコン。これもね、かっこいいバックパックなんですけど、容量が少ないんですよね。夏場はね、これでいいんですけど、冬場は結構防寒具とか荷物が多くなることがあるんで、さっきね、壊れちゃった大容量のバッグ使ってたんですけど、あれがないとね、ちょっと不便で。これね、あとパソコンも13インチまでしか入んないんで、今ね、使ってるパソコンが15インチなんで、ちょっとこれじゃ厳しいなってことで、荷物移していきます。結構たっぷり入りそうだな。財布とかね、カード入れをどっちに入れるか。こっちかな。これは筆箱ですね。お、名刺入れ。通帳とかね、ちょっと印鑑とか入ってんだけど、ここどこにしようかな。これは内側かな。カンガルーの方に入れようか。通帳と、はは、いいじゃんいいじゃん。余裕だな。まだまだ入るぞ。これで OK。 ノースフェイスのレイコン、これもねすごいおすすめなんですよね。完全の防水ではないですけど、水が入りにくいような生地になっていて、あとねこれはポケットが結構ね細かくあるんですよ。だからいろいろ細かいものの収納にも便利だし、こんな感じで開いてここにパソコン入れると。これはね軽くてねかっこよくて使ってます。でもね容量が少ないんで、まあ夏場しか使ってないですね。今はねバックパック壊れちゃったんで仕方なく使ってましたけど、ノースフェイスのレイコンでした。これも気になる方がいたら、まあチェックしてみてください。はい、今ね荷物入れてみました。ちょっとねこっちの背中の方にたくさん入れちゃった感じかなと。こっちのメインの方にあんまり入れてないんで形が微妙ですよね。うん、こんな感じになりました。あ、ちょっと背負ってみましょうか。背負い心地はね、どうかな。この肩紐の部分が調節してこうやって持ち上げられるんだ。形をね、こうやってここで調節して持ち上げられるんですね。これはいいな。ほら、こんな感じ。お、いいっすね。はい、どうでしょう。うん、何よりやっぱ見た目かっこよすぎますよね。まあかっこいいかっこ悪いはいろいろ好みは分かれるところだと思うんですけど、僕はこのデザインすごく気に入ってます。背負い心地はね相当いいですね。今まで持ってたリュックの中でナンバーワンだと思います。これはねすごいな。背中にピタッとフィットして、あとこの肩のねしっかり R がついてて厚みがあるので、まあ今そんなに重いもん入れてないですけど、これはかなりいい感じですね。腰ベルトは普段使わないかな。本当に重いものを入れて直
長時間歩くとかっていう時にはこの腰のバックルをつけると重さがね腰の方に分散されてさらに楽なのかなと思います。こんな感じです。じゃあこれを背負って今から出かけていきたいと思います。うわー結構雨降ってんな。今ねカッパとか雨具を一通り着たんですけど、このバッグ持ってきた初日から雨ですよ。こうか不幸かって感じですけど、じゃあこれからこの雨の中ねこのバッグを背負って帰りたいと思います。うわー雨やだなー。今ね雨の中バイク走って帰ってきましたよ。それでこれよいしょ。いやまさかね持って行った初日から雨に降られるとは思いませんでした。これのね防水性能を試せるって意味ではちょうど良かったのかもしれませんけど、結構雨降ってたんですよ。びっくりした。いやいやいや結構濡れちゃいましたね。ほらびしょびしょ。早速この防水性能を試せたわけですけど、今日ね一日使ってみていろいろ気づいたことがありました。まずはねちょっと開けて中身が濡れてないか確認したいんですけど、まずこれはね外側のポケットなんですけど、ここにはね穴が開いてるんですよ。この穴は直接もうこの中とつながっているんで、普通に背負ってる分には多分雨は入んないと思うんですけど、例えばこんな風に平置きして雨に降られるとこっからはもう水がねちょっと入りそうだけど水が入っちゃうと思います。開けてみましょうか。ちょっとね手が濡れちゃってるから分かりづらいけど、中はね全く濡れてないですね。全部出しましょうか。通帳とかいろいろ入ってるけど全部出しましょう。お、濡れてる。下の方がちょっと濡れてるぞ。あ、濡れてる下の方。この辺やっぱ若干濡れてますね。あ、濡れてるわ。まあ雨が結構強かったっていうのもあると思うんですけど、この穴から若干浸水してますね。濡れてる。上の方は全く濡れてなかったんで、そうか、ここ何の役目があるんだろうな、ちょっとわからないんですけど、ここから水が入りました。この辺のサイドポケットはまあ当然メッシュなので防水性はないですよね。メインのファスナーを開ける前にこっち側、肩紐の調子とこの背中に当たる感じはめちゃくちゃ良かったです。バイクに乗ってる時も体にすごくフィットして、この肩紐のねクッションもかなりいい感じで、これはねバイクと相性がいいなと思いました。しっかりフィットしてくれる感じがかなり良かったです。で、メインのファスナー開けましょうかね。今日はねパソコン持って行ったんですよ。このねパソコンを直で入れちゃったんですけど、これケース買わなきゃな。これねクッション性があんまりないんで、パソコン入れるときはこのパソコンをねクッション性のあるケースに入れて入れた方がいいと思います。前使っていたバッグはここにパソコン用のスペースがあってふっかふかのクッションがあったんで結構安心して入れてたんですけど、これはね特にクッション性はないので、パソコン入れる場合は専用のケースに入れてこの中にインした方がいいと思います。これは 15.6 インチのパソコンですけど、これをねたまに持ち運ぶんですけど、今日持って行きました。今日もね、で、問題なく入れることはできました。まあ、ただクッション性がないんでケースに入れた方がいいと思います。こっちのねメインポケットも特に濡れてないですね。ちょっとこの辺水滴ついちゃったけど、これは開けた時にね水滴がちょっと入っちゃったっていう感じで、中は全く濡れてないです。だから防水性としてはかなり信頼できるのかなと思いました。それでね今日いろいろまあいつも持っていってる財布とか筆箱とか、まあ、ノートとかね、アクションカムとかも
入れて持ってったんですけど、こっちの外側のポケットと内側のポケット、やっぱりちょっと少ないですね。いろいろね、細々したものを持っていくにはあんまり向いてないのかなと思いました。ざっくりいろんなものを詰めて持っていくとかっていうのはやっぱり本来の目的なのかなと思いました。だからね、これを使っていくにはちょっとこう小分けのなんか袋とかやっぱり必要かなと思いました。はい、とまあこんな感じで早速雨の日レビューができたんですけど、デザインはかっこいいし、まあ防水もね、かなり使えると。ここの穴だけね、ちょっと埋める必要があると思うんですけど、それさえクリアできればバッチリなバックパックなんじゃないでしょうか。というわけで今日はこのアークテリクスのアロー22をご紹介させてもらいました。よかったら次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。